D プラスムービーをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アクセスの朝倉大輔です。高見宏樹です。僕たちアクセス、今年ニューシングルが出ました、はい、まあ、ついこの間ですね。もうめでたいめでたい、はい、出ました。はい、ありがとうございます。皆さん見てくれたでしょうか、はい。なんかこういろいろ踊れる場所だったり、バラードだったり、ラップだったり、また新しい挑戦をしましたね。いろんなジャンルのものがぐっと一曲の中に詰まっている、うん、アクセスらしい曲なので、うん、ただ聴いてください。はい。そして僕たち最近ですね、うん、はい、こちらの方も24シンクというタイトルでね、ツアーね、初日からもうめちゃくちゃ盛り上がってますが、はい。24っていうね、なんで24なのかっていうと、来年、僕らデビュー25周年、ありがとうございます、皆さん応援迎えるんですけれども、はい、それを目の前にですね、もう一度こう聞いてくれた人たちとシンクし合おう、はい、同期し合おうと、2way 今一度気持ちよくですね、縮めようか、アクセスのシンクビートです。はい、はい、うん、しようと思ってですね、はい、僕たちちょうどアルバムが8枚出てるんですが、はい、毎公演ずつフューチャリングするアルバムが違う、毎公演違うメニューでね、うん、ライブをしてるという、はい、すごいですよ。もうすごい目力もすごいですね。ですよ、ね、もうここはみんなに伝えておかないとやっぱり大事なね、で、はい、そういう感じでですね、うん、12月の16日東京は中野サンプラザあるんですが、この日はまだ何のアルバムなの、これはね、大ちゃん、うん、やっぱりもうこうやってもコメントさせてもらってぐらいですから、出てこなきゃならないね。やばいです、やばいです。12月16日中野サンプラザは、はい、うん、やばいです、やばいです。お待ちしております。待ってます、皆さん。